はい、こんにちは。パーカッションの高文です。もっといい音を届けたいパーカッションのためのマイキング&エンジニアリング研究第5回。はい、今回も大変マニアックにお届けしますので、同志の方はお集まりください。はい、第1回から4回までは下本を徹底的にやってまいりました。そして今回からですね、ジャンベを徹底的にやっていこうかなと思っております。はい、ジャンベのマイキングもね、なかなか難しいと、いろんなパターンがありますと。僕の経験で言うと、このダメン側を狙うのとサウンドホール側を狙う2本を使って撮るケースが多いかなと思いますけれども、必ずしもね、シチュエーションによっては2本立てられない場合もあるし、1本だけで済めばいいじゃないですか、それで。はい、なので今回はまずね、ジャンベのスイートスポットどこなのかっていうところを探っていきたいかなと思います。はい、おなじみですね、シュアーのダイナミックマイク SM57 を1本だけ使って、ダメン側上から狙う場合はちょうどダメンの中心位置からの距離で測りました。中心から10センチ、20センチ、30センチと距離の違いだったり、あと角度ですね、0度、45度、90度みたいにして角度をつけても撮りました。また下からサウンドホールから狙った場合は、この穴の中に、ね、突っ込んだり突っ込まなかったり、いろいろやってみましたので聞いてみてください。で、このジャンベの種類、人によっていろいろあるかなと思うんですけども、今回使ったのはダメンが12インチのサイズで、本側やや厚めでございますので、結構ね、この低音、バス、ローがよく響く楽器です。チューニングは、高くもなく低くもなくっていう感じなので、そのつもりで聴き比べていただければと思います。はい、それではどうぞ。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。感想などね、ぜひコメントに書き込んでいただければと思います。僕の感想としてはね、やっぱ2
2本必要かなって思いましたね。上からと下から。ソロジャンベもうカンカンカンってねバキバキ叩くソロジャンベであれば上から1本だけでもいいのかなっていう気はしますけれども、アコースティックライブとか、アンプラグドライブレコーディングなんかだとやっぱりこの低音があった方がね、こう豊かに響くというか、もうカンカン成分だけだったら他の楽器でもいいのかなと。まあジャンベらしいこのなんていうの、広がりのある低音、ブーンっていうこう、ローを拾うにはやっぱり下必要かなっていうね、感じしましたね。はい、というわけで引き続きジャンベのマイキングいろいろ研究していきたいと思いますので、こういうの気になってるとかね、これ調べてほしいみたいなのありましたらですね、どしどしお寄せください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を毎日マニアックに発信しておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様大募集しておりますので、ご興味ありましたらぜひ概要欄をチェックください。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップというのもやってますので、こちらも合わせて参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。